水際対策や行動制限などが緩和される中、鉄道・航空業界が今日決算を発表しました。ANA ホールディングスの4月から9月までの最終損益は、中間決算としては3年ぶりに黒字に転換しました。 ANA ホールディングスが発表した4月から9月までの最終損益は195億円の黒字となりました中間決算として黒字に転換するのは3年ぶりです水際対策の緩和などを受けた旅客数の増加が業績の回復を押し上げました合わせて来年3月までの純利益の見通しを400億円に情報修正しました また JR 東日本の4月から9月までの最終損益も271億円の黒字に転換しました。